カレーとエビフライが到着しました。あらけた、どうも、ナミです。はい、本日はどこに来ているかというと、じゃん、浜名湖にやってまいりました。イエーイ。今日はあの浜名湖、私初めてですごい楽しみにしてるんですけど、さっきまで結構雨が降ってたんですよ。だけどちょっと晴れたので、あ、晴れてはない晴れてはないんですけど、あの雨が止んだので神様が見てくれてるんじゃないかということで、前回の江戸川全然当たらなかったので、今回は満州あの出していきたいなって思ってるので頑張ります。それではレッツゴー。わー、すごい。わー、え、ちょっと晴れてきてません？雲がなくなってきてる。わー、すごい。三島さんの授業の時に学んだターンのね、あの漢字とか音とか点字が重要って言ってたので、それ意識しながら見てみたいと思います。音とか分からないですね。ウォーターの音とか分かんないねあれでよしよし分かるってすごいですね、やっぱり。自分的には一番いいなと思ったのは6号艇なんですよね。3、5、6がなんか個人的に回るときにキューってスムーズにこう入ったイメージ。もし展示だけであの考えるんでしたら356を考えるかなっていうふうに思いました。3頭でちょっと考えていこうかなっていうふうに思います。石丸選手と6号艇の大場選手が今節の成績はいいですね。だから36でちょっと考えようかなっていうふうには思います。36流しでもういいのかもしれない。4番の町鳥選手もモーターはいいですよね、この中だと。三島さんを信じて展示で見た情報をもとにデータは参考程度にちょっと今回は決めました。これで早速買っていきたいと思います。急げ。よいしょ。おお。ありがとうございました。これで。ありがとうございました。やっていきたいと思います。いいですね。奥の方でピット離れが見れるので、見晴らしがいいんで最高ですね。本番は5コース角1、4号艇町通り、6コースに5号艇西立。並び一緒ですがスタイル4対2となりました。3レース目線です。進入1から1番、2番、3番、6番、4番、5番です。くれたか、6号艇の選手。3コース号艇西丸がスタート。おお、進入追加号艇西原。行け、させ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 、行け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 、やばい。3号艇大場さとしてバックスリッチ。待って待って待って。3号艇石丸海斗が先頭。リードの方は2停止。2番手は頑張れ頑張れ。5号艇の選手頑張れ。スタート正常。あ、でも36あれば大丈夫。流しなんで後ろは。2番手は6号艇大場です。3番手争いからは5号艇西田。36の次5だったら一番高いですか？4号艇1号艇。あ、頑張れ。レースは2周目に移っていきます。いや、36は先頭で3号艇石丸、2番手6号艇オーバー、3号艇5号艇西立、上位の体型変わりません。3番、6番、5番、後方4号艇、1号艇、2号艇、こちらも変わらず
三連単の365の組み合わせは 56.5 倍となっています。これから結構高くないですか。これで唯一に目処がついたか。3号艇石丸海斗、ラストコーナーから最後の直線です。2番手は6号艇の大場、3番手5号艇の西立、3番6番5番、1着で3番の石丸海斗ゴールイン、2着6番大場、3着で5番の西立がゴールイン、後方で4番の勝利。当たりました。やった。100円だけどまだ全然いいです。200円くらいかけとけばよかった。三島さん の教え通りにやったら、すごい感動しました。やっぱ展示って大事なんですね。うわー、すごい。三島さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。三島さんありがとうございました。次も当てていきたいと思います。ちょっと、いや、すごくお腹が空いたので、ここ、じゃん、フラワーレストランに来ました。やばい、エビフライがある。私すごい今エビフライ食べたかったんでめっちゃ嬉しい。あ、でもめっちゃカレーもすごい美味しそう。迷う、すごい迷いますね、こんなにたくさんあると。ここにも。いただきます。おいしい。衣がすごいサクサクしてて、エビがもプリッとしててすごくおいしいです。タルタルソースもかけて、いただきます。うん、うん、わ、めちゃくちゃおいしいです、エビフライ。うん、これこれ。こういうとこのカレーってやっぱり外さないっていうか、すごい美味しいです、大好き。うん、はーい、わー、絶対美味しい。お、いただきます。うん、優勝。おいしい。あ、すいません、追加で福神漬けっていただくことってできますか。ありがとうございます。ありがとうございます。もう漬物系とか福神漬け本当に大好きなんですよ。ちょっと山盛りくらいの。あ、ありがとうございます。カレーにある福神漬けってすごく美味しくないですか。私大好きなんですよね。皆さんはどうですか。ごちそうさまでした。玉の子はすごい見晴らしがいいですね。玉川とかは周りにこう囲まれて隔離されてる感じがあるんですけど、浜の子はすごいなんか開けてますね。周りに建物が全然なくて、で海もつながってるっていうかな、近いのですごい眺めがいいですね。で、あともうちょっと雲が少なくなって天気がいいと、なんか富士山があそこら辺に見えるらしいんですけど、夕方前とか には見えるんじゃないかなって勝手に思ってます。
難しい。どうだろう。1号艇の選手はめっちゃいいなって思いました。他の選手はまだ分かんないです。もう一回見よう。1号艇の選手がいいなって思ったんで、いいんで考えようかなって思います。展示だけで見たら1めっちゃいい、2もいい、3もいい、4もいい、5あれ6もまあみたいな感じだったんです、自分の感じは。なんで1頭の普通に1,2,3 で行くのかなとか思ったり、 1,2,1,2 全かもう普通に1がイン、2がイン、残り1212前かな。2もいいなとは思ってたんで。でも2号艇の選手なんかモーターいいですね。1212前にしよう。決めました。1212前にします。決めました。1212前です。今回は当たりますように。あーマウス当てたいですね。もう平和島が忘れられないですそれを超えたいですね。今日頑張ります。始まりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。頑張れ。1、2、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 1
1マーク、先手打つ1号艇山口、3号艇山口、3号艇大石、4号艇大滝飛鳥で待つスレッジ、逃げ体勢作りました。1号艇山口優太、リーダー3艇師範、2番手争い2号艇矢野、4号艇大滝が並走、スターター正常。1番いいんですけど。1周の2マーク、1号艇山口がトップターン潜り込んでくる、5号艇柴田、握ってかわしていくのが4号艇大滝飛鳥で直線です。2番手4号艇大滝が来ました。2番手4号艇大滝、3番手5号艇柴田が1号艇の選手良かったですよね。1着で1番の山口優太がゴール、それは合ってた。3着5番柴田がゴール2号艇の選手は置いてかれちゃいましたね。それはちょっと悔しいなって思いました。でもずっと1はめっちゃいいって言ってたんで、それは信じて良かったのかなとは思います。悔しい。ビロビロ、見てください、あっちに富士山があります。三島さんが言ってた音、モーターの音っていうのがちょっとわかる気がします。